久保さん。今回これにしましょうか。アインシュタインの常識とは18歳まで身につけた偏見のコレクションでしかないと。これでいいんじゃないですか。<laughs> まあ何が正しくて何が間違いでっていうのは、もうわかんないですよね。僕もいろいろまあ、うん、ね、昔の非常識が今常識だし、今の常識は昔の非常識だし、その引きこもりという概念も、ねえ、 ん多分変わってると思うんですよ。例えば僕もすごいなと思ったのが、の e スポーツってやつですよね。これもうなん1兆円産業なのかな,な何億か忘れましたけど、e スポーツってどれぐらいの産業になったんだ ?e スポーツ、e スポーツ。e スポーツ産業。売り上げ。 2020年における世界の e スポーツの市場の売り上げは約1165億円。2023年には約1785億円。はい。みたいですよ。はい。まあこれね、ゲームがね、e スポーツみたいなね。<laughs> え、スポーツすかみたいなね。<laughs> うーん、ゲームじゃねみたいなね。ものは言いようですよね。 これがスポーツですね。どうなんすかね <laughs>。すごいですよね。うーん。だから、まあ、ぶっちゃけその、なんだ、これで賞金で1億稼ぐ人もいるわけですよ、ゲームで。うん。だから今まではね、ゲーム、ゲーム、なんか昔まではね、お母さんにね、ゲームばっかりしてると、ゲームばっかしてないで勉強しなさい、みたいなね。でも、とめちゃめちゃ勉強して東大生になったとしても、 じゃあ1億稼げんのかっていうとねまあ手取りまあ、うん、2三3 0からスタートでしょう <laughs> で今 YouTuber で言うならば世界で一番稼いでる YouTuber はゲーム実況ですし <laughs> うんだからまああの常識はアップデートした方がいいですし何が常識なんかはもうわかんない時代ですから うん、僕、正直、本当に e スポーツに関してはね、物は言いようだなっていうのは、ね、すごく感じましたけど出てきた時ね、うん。ただのゲームやんみたいなね、<laughs> 思いましたけど。まあでも時代はどんどん変わりますから、うん。やっぱ僕たちがやるべきことっていうのは、やっぱその時代に応じてやっぱ、うん、考え方をアップデートした方が、その時代に生きてるわけですから、まあもうデバイスもそうですよね。 だからデバイスも変化してるわけじゃないですか。まあ例えばもう本当分かりやすく言うならば、ポケベル使ってますみたいなね。公衆電話今ないじゃないですか、ほとんど。どんどんなくなってってるんで、時代変わって自分がデバイスを変えなかったら、じゃあポケベルのままね、ずっとけあのポケベルなりました、公衆電話探してポボポー入れたりとかしてたら、これしんどないですか <laughs> ?LINE 知りませんとかね。 うんちょっとしんどいです。行きづらいですよね。LINE 交換しでやりとりしましょうとか。だから今僕、税理士さんとかも LINE でやりとりなんですよね。税理士と LINE でやりとりっていう時代を感じましたけどね。LINE <laughs> 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 交換しましょうみたいな。LINE なんだみたいな。<laughs> ねえ、昔はまあね、ね直接会う、もしくは、E メールとかじゃないですか。 もうで気軽に税理士さんとうほんとね、これはね、マジでね、変えないときついと思いますよ。うんね、久保さん、いまだにポケベル使います久保さん。<laughs> ポケベル売ってんすかね今サービスやってんのかなうんで、i モードも久保さん、しもう終了したのかな ?i モードいつ終了したんだ 未だにガラケーで i モードを使ってましただとかね、もう i モード終了ですよ。あの時代を作った。i モード終了。i モード。2021年、あ、i モード公式サイト。2021年11月30日に終了らしいですね。i モード。あの時代を作った i モードが終了ですよ <laughs>。<laughs> じゃあもう i モード今使ってる人使えなくなりますからね。 でも i モードっていう概念はどうなんだガラッケー使ってる人だけなのかなどうちょっとわかんない。僕ドコモユーザーじゃないんであれですけど。うん。だからどんどんデバイスも情報も、まあ、全部変わるんで変わっているその変わっている時代に生きてますからうんそこに応じて変化していかないと生、うん、きづらくなるっていう。ね、久保さんペイペイ便利ですよね。これもね。 あのペイペイうさんくせえみたいなって言ってたらね <laughs> いや。久保さんね、あれなんですよ。ほんと、鹿児島ね、やばいですよ。鹿児島は、あのコンビニ行くじゃないですか。で、今、セブンイレブンでキャンペーンやってるじゃないですか。いまだに現金、僕のその肌感覚ですけども、割合ね。僕が見てきた肌感覚、コンビニ行った時に、ペイペイ払いしてるのがセブンイレブン行った時ですよ。ね、あのペイペイで払ってる割合と、現金で払ってる割合。 これ僕の肌感覚ですけど、7さんです。7が現金です <laughs>。いや、本当に <laughs>。マジかみたいなで。財布からこう、ずっと入れてね、なんか、あの、とあのお待ちの方どうぞみたいなね。で、こう、並んでて、2台同時並行とかあるじゃないですか。で、僕、並んでて、で、で前の人がこっち行ってね、でこう2台でこう、レジでこう、やってるじゃないですか。こみんな小銭出して、こうやって入れてるんですよ。いや、3秒やんみたいなね。 ペーペー今めっちゃ戻ってくるキャンペーンやっとるやんみたいなね <laughs> マジかみたいなねこの前もほんとそうでう2人ともご丁寧にこう小銭にこう財布から出してねなんかちょうど入れたかったみたいなんですねなんか消費税の分こうちょうどこうなんかやってたんで <laughs> はあみたいなうーんまあ時間って戻ってこないんでねえたかがその時間かもしれないですけど別に3秒で決済できて で、お金も戻ってくる。こっちは時間をかけてね、ね、こうこう3分のかかるわけですよ。なんかこうやって財布から探してね、小銭、こう、うん、みたいなやってるんで。で、現金払いだと、いくらも戻ってこないじゃないですか。これ何な,なんだみたいなね。<laughs> まあじゃあそれです、その3分を、まあコンビニなんか毎日行ったりとかするじゃないですか。行く人はね。じゃあそれ3分毎日だったら、 これ一生もしそれ続けたとしたら何分ですかって話で3秒でできることを3分でずっと一生やったら何分ですかみたいな時間戻ってこないですからねうんはいということでまあこのアインシュタインさんがねこれアインシュタインって何年前の人なんですかねすごいですねその言葉をねその何百年前の人がこの言ってたっていうのは 常識とは18歳前見つけ変形のコレクションでしかないとすげえ言葉だなと思いますけどねはいいってらっしゃい